子供の習い事でやってはいけないこと。ガッチャンさん47歳女性、カバサワ先生の親御さんの子育てはどのようなタイプでしたか？母親が教育熱心ですよね。父親はそんなにいろいろ細かいことは言わない。なので母親がいろいろとあしろこうしろといった感じでは言うわけですけども、基本的に勉強好きなので、勉強っていうか、まあ、学びというものが好きなのでね、良かったと思いますけどね。良くなかったのはね、5歳ぐらいの時にオルガン教室に行かされたって。私とか音楽とか動物苦手じゃないですか。それなんでオルガンに行かせんだよと、行く前から嫌だって言ってるのに、結局半年ぐらい会話されて辞めたのと、剣道少年団ですね、これ小学3年生4年生ぐらいだったかな。剣道ってつまんないんですよ、はっきり言って。僕で戦うだけだから。私前剣術やってましたけど、剣道って断りがないのでアホらしいんですね、はっきり言って。剣道やってる人怒られるかもしれないけど、つまんないんですよ。で武術は、でその後大学で空手もやってるから武術は好きなんだけど、剣道つまんないですよね。だからつまんないから女に嫌だよって言って、これも辞めさせてもらうのに1年以上やってたんで、まあ地獄ですね、はっきり言ってね。とんでもない時間の無駄をしたなというふうに思ってますけどね。なので良かったのは、中学1年の時から塾に行ってて、結構勉強するのが好きというか得意というかね、だったんで、塾は結構面白かったですけどね。毎週テストがあるんですよ。必ず行ったら最初30分テストをするんですけども、出題範囲が決まってるので、しっかり勉強していくと100点取れるんですね。ここから出るって決まってるから、8ページ分とか10ページ分ぐらい勉強していくと結構満点取れたりして、それは面白かったなと思いますけど、だからある意味習い事とかいろんなものをさせてもらったということに関してはね、ありがたいことだと思ってますけども、あんまり本人の属性というか、そういう好みに合わないものをやると嫌いになる可能性がある、ね、そういうのがね、そういう学びとか習い事みたいのを嫌いになってしまう可能性がある。そうするともったいないですね。そうするとね、いろんなことを子供の頃にやらせるっていうのはありだとは思うんですけど、明らかに合わないものとかあるんですね。あと短所克服っていうのも子供にはさせない方がいいです。だからそのものすごいなんか運動ができない子供をそういうスポーツ教室に通わせてもビリじゃないですか、その子供、その中で絶対で、そこでなんかいじめられたりする可能性、お前なんできないんだよって言われるかもしれないので、短所克服っていうのよりも長所を伸ばす方が私は子供の頃の教育としてはいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。長所をある程度克服して、本人がそういうのをやりたいっていうふうにもし言い出した時は応援してあげるべきなんですけどね。親が無理やりその子供の苦手を強制しようとすると、余計萎縮した子供になるんじゃないかなって懸念はしますけど、まあ、そんな風にして、まあ自分の体験があってね、そういうことも考えることができるようになったわけなんで、まあ、皆さんも自分のお子さんとかに習い事をねさせたりする上では、才能というかね、そういったものを発見するためにいろんなのをやらせるっていうのはありだとは思うんだけども、明らかに無理っていうのは最初からやんなくていいんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、私の思い出というか、そういう教育を受けたというかな、まあ、勉強熱心です。どこの親もそうなんだけども、勉強結構熱心だし、まあ、習い事とかもお金がかかるわけですからね、そういうの行かせてもらえたというのはすごく良かったことだと思いますし、今につながってるかなと、そういう意味ではね思いますので、すごく感謝しております。